はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちら極限決定したビーデルさん、まあ試運転で使っていきたいと思うんですけど、まあ一言で言うと、パッと見ね、前バスと思う。いやさ、回避さ、あいつ先手しかないもんね。そうだよね、確かでもな、これ継続だつと思うんだよね。間違えてたらごめんなさい。土下座します、土下座配信します。いやでもちょっとパッと見の印象、俺ね、ずっと回避してくれるのだったら強かったと思う。もしくは先手確定回避強すぎか。まあ微妙と言わざるを得ないかなと思いました。まあとりあえずでもね、久々にこいつ試運転で使っていきたいと思います。一昔前はね、こいつ火力すごかったし気持ちよかったんでね、演出早かったんでめちゃめちゃ気持ちよかったと。というわけでね、こんな感じの今回ね、ご飯オールデッキは無理だったけど、地球そらしの戦士、まあ地球そらしの戦士の夫を引き連れてね、今回こちらで行ってみたいと。夫とおじいちゃんね、夫とお父さんか、夫とお父さんを連れてね、今回ビルスをぼこしていきたいと思います。いやーちょっとね、まあなんか久々に外れたなーってパッと見で思ったな。いや弱くはないと思うけどね。だって確か軽減もなかったと思うんだよね。チラ見しかしてないから、ちょっとその辺曖昧だけど、なんかお松がビーデル嫌いだね。お松がビーデル嫌い説が出てきたね。で、久々に天界地獄使うけど、やれるかな。で、ビーストが1000万。多分ビーストとはあれだよね、ユニット技発動できないと思うんだよな。わかんないけど。一応でもね、使える夫いねえかなと思ったら、あんまいなくて、仕方なくビーストを連れてきたんだけど。で、あ、バカめ。ビーデルちゃんね、ほんと演出が早い。気持ちいいわ、マジで使ってて。で、回避すると全属性に効果抜群だっけ。マジ気持ちいいからね。まあ、火力さえ出てくれれば、まあいいよ、とりあえず。本当は2000万に4発な、イントネーションになったな。2000万4発とか打ってくれるんだったら全然ありです。でも2000万4発って今の環境だとあれか、かもなく不可もなくか。で、いいね、久々、マジで久々、こいつも使い物にならないと言っても過言ではないからな。これがね、あれな、この状態がきつい。で、次から確率になっちゃうしね。で、いいね、多分これあれだよね。とりあえずまあ、アルチメッツご飯さんと並べて、多分未来じゃ無理だよね。あ、じゃあこっちか。孫ご飯、青年期、アルティメットご飯。あ、アルティメットご飯だから、あ、ビーストはダメだけど、こっちはいいんか。あ、これセーフなんだ。くそ。で、このビーデルとね、この、ご飯。並べるとどっちかが先手を、どっちも先手受けたがりだから、きっついんだよね。悪は絶対許さない。力なき正義もまた悪だよ。露伴先生じゃない、なんだ。アバン先生も言ってたからな。信念なき力はなんちゃらこうちゃらだけど、力なき正義もまたなんちゃらこうちゃらって言ってたから。大事なとこ全然覚えてないけど。露伴先生って誰だよ。露伴先生あれや。ジョジョやねえかよ。くさ、露伴ストラッシュ。で、ゼロ。やばい。やばい。で、さあ行きますよ。嫁の前でゼロ。嫁の前でいい格好見せろよ、お前。お前。おっと。で、260万。やばい。みんな、貧弱。リンクが終わってるからな。リンクが終わっちまってるからな。ビーデル、リンクも。あ、やべ。あ、オッケー。さすがにカチカチ。で、怒りが爆発する。爆発してんのこっちだわ。で、いただきはまだ変身できないけど、この程度か。やりますか。あ、飛ばしちゃった。で、ここね、ま、こうだな。本当はビースト一番後ろの方がいいんだけど、そうするとね、天界地獄の復活ができなくなっちゃうんで、確か6ターンだと思うんだよね、こいつ。6ターン復活だから、手前にしちゃうとね、5ターンで回ってきちゃうんで、もうやむを得ず後ろにします。あ、でも別にあれか。でも後ろに悟空いたから、
そんなことする必要なかったわさあ後ろにも悟空いるから後ろの悟空に任せりゃいいじゃん。まあでもあれか、次回っていた時にこの天下一悟空じゃきついかんな。こいつ運ゲーだかんな。 50% だっけ、外したらただのねただのディフェンス20万ぐらいのうんちくんができちゃうかんな。でいいね、ビルス様にも多分勝てる、ビーストは勝てる。で勝ち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 で優勝いただき300万。そんなんじゃいただけねえぞお前。でいいね、まあ、全属性に効果抜群は気持ちいい。で勝ち勝ち、バカめ食らうわけねえんだよな。そうだろビーストね、2000万超えてんだけど怖怖やばい怖い、ここの方が怖いわ。ちょっとなんだっけ、マジこのアクティブ全然覚えてないんだよな。あれだっけ、ショートカットの方がご飯くんの好みのやつだっけ、多分それだと思う。ショートヘアの方がご飯くんの好み、ガチ可愛い。いや好みとかじゃなくて試合するんだから、ご飯も可愛い、短い方が有利だと思ってさ。うるさいわね、ほっといてよ。そんなこと私の勝手でしょ。ツバ可愛い。さて髪を切ってもらいましたけど、俺は挑発の方が好きです。戦争になりそうだなこの一言この一言戦争を見そう。でハイヤー2個使います。で11万。いやでもあれか、行動後は回避ねえから、ちょっとビーデルちゃんもうちょ悪いけど後ろに行ってくれごめんなビーデル、お松を恨んでくれ。なんで行動後、あやばい待って、ちょっとさすがに主役が撃てないらまずい。はい、やり直します。さすがに主役は打たせないとちょっとね不経済すぎるかんな。まあおかわりするか尺稼ぎじゃないよ、まだ9分しか経ってないからって言って尺稼ぎじゃないよ。マジかわいいな、ガチかわいい。これご飯くんもかわいい、この目好き、マジ孫一家のこの目好きだわ。でベロかわいい、ツバかわいい。で不経済になりたくないけど、木玉6個取らないといけないんだよなこれ。どうしよう、6個か、まあこうするか。じゃあ打ちずれんだよなこのビーデル。まあかわいいから許せるけど、え嘘、あ入って打つから忘れたやらかした久々にやらかしたわ、こんなやらかしたの久しぶりだわ。いや結構やってんな、もう一回行こう。うん、ちょっと尺短いし裏事情、いやマジやらかしたわ。たまやらかすんだよねたまに。これリセットした後にアイテム使い忘れる。めっちゃいいな、改めて見るとこの悟空演出やべえかな。で、アイネン、汚名返上で先手回避してもらいましょう。打ちずれー打ちずれー。まあ、極限したらここは解消されるけど、さすがに打ちづらすぎるって。で、アイネン。で、ゼロ。で、アイネン。これ、テンポがいい、マジでこれ。で、ご褒美。マジ、ご褒美やがんな、これ。でさあ行きますよ、ゼロでペチペチして、ビルス様怒んなよ、ゼロやん見逃してよ。で19万食らうけど、最初は 30% 経験あるんでね問題なしと。で300万の用意ドン、多分ゼロ。ああでもあそこ全属性に効果抜群だから大丈夫と。で、ああ、いいね。うわあ。ぶっ倒す。で、ああ、いいね。いや、めっちゃいい、この流れ。完璧じゃね？で、髪長。お前の番だ。お前だけが頼りだ。マジ、お前だけが頼りだからな。で、ああ、まあ、オッケーオッケー。ギリギリセーフ。
で1000万クヤーン。いいねマジで一人だけ火力がえぐいわ。で800万、まあ、ビーフェルちゃんはね、とりあえず先手の回避が嫌いだ、先手のみの回避が嫌いだったから、そこが解消してくれれば嬉しかったんだけど、ちょっとねそこが残っちゃうっていうねそこ残すんっていう。条件付き回避嫌いなんだよね俺、あの食らってから回避とかさでも俺はねあの回避中毒者だから、常に回避できるキャラの方が好きなんだよね、うん。で多いね、めっちゃ頑張ってる、嫁の前だからめっちゃ頑張ってるわ。でふざけるなと、多いね。でビルズ様まだもう1ターン怒んないでほしいな。でいいね、腹パンで優勝いただき、でああいいね、地球は俺が守ってみせる。別時空の嫁をね嗅ぎつけて来てくれましたビライごはんさんで、まあ先手を消させて行動後はね多分大丈夫、必殺じゃなければ問題なし。いや、まあ、アイテム使っとく、アイテム使っとく、真ん中も危ないんだよな言うて、まあ、まあ、アイテム使っとくか一応、ここで死んだら立ち乗れねえかなで先手は避けてもらいましょう。で、あ、避けたんでアタック上がったけどゼロで、いいね190万、10万しか上がっておりません。で、おーっと9万、これがな、俺耐えれる自信ないよビーデルちゃんが極限したところで耐えれる自信ないよ俺。で、あーいいね、ナイス。だって今の環境さ、ディフェンス100万あってもきついんだよ、超える、あのビーデル超えられんかな。そ、俺あのその辺の計算方法わかんないからね、毎回毎回なんか誰かの計算してるのをほえーって見てるだけなんだけど。で、まあいいね、3発撃ったから大丈夫と。まあ周回、でも周回もな、わざわざビーデル使わなくてもベジットでいいかんなドラゴンボールヒーローズでいいかんな。で、ゼロで、ゼロで、破壊神の怒りが爆発しちまって、あ、必中か、あ、そうか、回避無効か、あ、やっべあ、やっべあ、やっべまずいですよ、そっか、ごめんな、ビーデルちゃんに濡れ衣着せたわあれ濡れ衣、あれビーデルちゃんここで回避させたっけ、俺させてねえわ、あ、そっか、させる前に死んだんだわ。で97万すごで、悟空が復活、次回ってくればできるんで、59% 以下にしときたいから、あえて自分の気玉を取らないようにして、でも次ビーデルちゃんもまずいか、危ないか、ビーデルちゃん危ない読みでちょっと回復させていきましょう。お、回復させすぎ回復させすぎ。でバカめで、いいね、カチカチで370万で、用意ドンして、で1400万、いいね、未だに現役、火力は現役で、いいね、会心出して、今日は頑張ってんな、いつもはねなんかペチペチしてるけどやっぱ嫁の前だからすげえ、やっぱビーデルと連れてくるとあれだね、嫁の前だから張り切るわこれ。でターゲットになった、なって1700万、で1200万とで、いいね、殴り600万、すごい。んで、さてビーデルちゃん、ビーデルちゃんまずいな、ハイヤーでなんとかなるこれハイヤーでなんとかなるかな、でこれショートヘアにするとディフェンス下がっちゃうんだよなこれ、ね、髪の毛切っただけでディフェンス 20% 下がるってすごいよな、どんだけ強い髪なんだよお前。
まあ、とりあえずご飯さんはすごいをやってもらいましょう。すごい。素晴らしい救世主を送るのは私に。口動いてない。うん、バッチリ。ありがとうございます。よし、行くか。行くか。さて行ってもらいましょう。ショートヘアにしたいけどな、どうしよう。俺の細胞がでもね、ショートヘアにしたら死ぬよって言ってるし、俺長髪好みなんで、あべ、あ、オッケー、ね。俺の好みを尊重します。戦争は喧嘩なら買います。単発派に喧嘩売られたら買いますよ。で、770万。久々にこいつも使ったな。こいつもね、俺無凸だからさ。無凸だから、あんまりなんかディフェンスの伸びが悪いから使ってないんだけど、あんまり。でもこいつ虹にしたら強いよね、普通に。全属性ガードと無限上昇も弱いわけないからな。で、310万。撃たないでほしいな、マジで。情けを撃ってほしい。俺ビーデルに撃ってきたらこいつはもう、やばいよ。悪魔だよ。ああ、撃ってた。ちょ、よそ見してた。よそ見してたら撃ってた。よかった。なんもよくねえ。なんもよくないんだけど。なんもよくないんだけど。ビーデルちゃん、いけ。頼む。ビーデルちゃん。ビーデルちゃん、頼む。ビーデルちゃん。はい。ビルスは単発派だったようですね。はい、終わりにします。まぁちょっと今のままじゃ、極限。ちょっともう一回見てみるか、極限。極限。どんな感じだったっけ ?3 番手だもんな。3番手で一応回避残ってるけど、あ、でもこれ1、2番手に避けさせたいよな。これ3番手要因だな、これでも。ね。改めて見ると3番手要因だね。1番、2番手、1番手要因だったのが3番手要因だったな。いや、先手避けられてもしゃあねえかな。うん。まあ可愛いからいいけどね、マジ。このポーズ可愛すぎだろ、お前。それはご飯くんも惚れるわな。まあ、うん。まあ、可愛いから使うけど、これリブリアンだったら、もう壊してましたね。はい、といった感じで終わりにしたいと思います。ではまた。